フロンテーポッド寄せへようこそ。柳谷京之進です。毎日のお仕事にワードやエクセルは必要不可欠でもちょっと高いんですよね。安くて使いやすいオフィスソフトをお探しなら EI オフィス2009がおすすめです。 USB メモリを挿すだけで使えて、もちろんワードやエクセルのファイルも開けます。オフィスソフトなら EI オフィス2009、詳しくは e フロンティアのホームページへどうぞ。いっぱいのご来場でございまして誠にありがたく御礼を申し上げます。ポッドキャストで聞いていらっしゃるお客様はどのぐらいのお客様入ってるかお分かりいただけないと思いますけれども、今日は約350人のお客様を入りいただきまして誠にありがたく御礼を申し上げます。その割には笑い声が少ないじゃないかと言われたりなんかするわけでございますけれども、一席お付き合いを願っておきます。先ほど注意事項がございましてね、携帯電話ね、お切りいただきますようにということで、で、たまにバイブだったらいいだろうと、ね、ならないんだから、バイブだったら別に問題ないだろうって方がいらっしゃるんでございますけれども、別に他に影響がなければいいんです。ね。で、鳴った時にですね、鳴った後当人が驚いたりなんかしてね、ああなんてでね、で、それを見た私どもが、ああなんて驚いたりなんかしますから、そういうことがないように、できれば電源を切っていただいてね、で、こう申し上げても結構寄せなんかに行きますとね、携帯電話鳴らしちゃうお客様がいたりするわけでございますよ。で、すぐ切ってくださればいいんですけれども、出ちゃったりなんかいたしましてね、あ、もしもし、あ、俺、あ、いや、今落語見てんだ、落語。誰が出てる？いやー、知らねえやつだな、とかなんとか言われたりなんかするわけでございますね。こっちも悔しいですからね、早く電話を切ってもらおうと思って、わざと大きな声を出してね、こんにちは！こんにちは！おー、誰かと思ったらハッツァンか！なんてんでね、ご隠居の玄関が50メートルくらいあるようなね、そういう話し方をするわけでございますよ。でもやめないんですね。何？面白いかって？面白かったらお前の電話に出ないよ。なんていろんなこと言われたりするわけでございますよね。こういうこと言われますと、若手がどんどん潰れていくことになりますから、一つ若い目を潰さないようにしていただいて。ですが、今、後輩でもね、うまい若手というか、後輩がいっぱい出てきてますから、そういう人たちの前でぜひ、鳴らしていただいてね、どんどん潰していっていただければ、私でもやりやすいななんて思ったりするわけでございますけれども、この辺はしっかりカットをしていただきまして、よろしくお願いを申し上げますけれども、一つお付き合いを願っておきますが、この頃は、エコなんてなことを申しまして、いろいろ地球のために活動をしていこうなんて、大変環境によろしいことでございますけれども、中でもって一番身近なエコというのがリサイクルというやつでございましてね、特に瓶、缶、ペットボトル、こういうものを回収して、で、作り直してまた使おうというね、大変地球の環境のためによろしゅうございますが、昔、江戸と言われた頃にもこのリサイクル活動というのはございましてね、くず屋さんというのが大層活躍したんだそうでございます。このくず屋さんというのがいろいろなものをゴミやなんかをね、買い取ってくれる。で、くず屋さんはくず屋さんでこの買い取ったものを転売したり、また再生したりして暮らしを立てていたようでございますけれども、くず屋仲間でもって正直清兵衛という男がおります。この人が根城にしておりましたのが芝白金近辺、ただいまの増上寺東京タワー、あのあたりでしょうか。このあたりをくずい、くず屋お払いと流して歩いております。青岩寺棚という貧乏長屋に差し掛かりますと、長屋の路地の奥の方から、あのくず屋さんと辺りをはばかる声、ひょいと声の方を見ますと、年の頃は17、8でしょうか。色が白くてポチャポチャっとして、それはそれは可愛らしい娘さんが辺りを忍んで声をかけている。こんな汚い長屋になぜこんな綺麗な娘さんがいるんだろうと、着ている着物に目を移しますと、顔とは裏腹に継ぎはぎだらけの着物を着ておりますので、余計その美しさが引き立ちます。娘の案内に連れて長屋の路地の奥へ入ってまいります。お父上、くず屋さんをお連れいたしました。おお、そうか。いや、すまんの、くず屋さん、そこにくずが溜まっております。いくらででもよい、買うてもらいたい。
ありがとうございます。今ちょいと測らせていただきましたら、七問がちょっと勝っておりました。こちら初めてのお取引でございますので、八問で取らせていただきます。おお、八問で買うてくれるか。すまんの。それとのクズ屋さん、これをいくらででもよい。買うてもらいたい。ああ、これは仏様でございますね。ダーさんはね、あしはこういうコットって言うんでございますか？こういうものにまるで目が利かないんでございますよ。ええー。仲間内からもね、おめえはコットに手出しちゃいけねえよ。おめえは目が利かねえんだからな、なんてのこと言われておりますので、恐れ入りますが、この仏様は他のクズ屋にお払い下げを願います。いやいや、クズ屋さん。その方、この仏像の出所を、うろんに思っているのではないか？え？ええ。この仏様がうどんでできてるなんて思いません。いや、そうではない。怪しげな出所と思っているのではないか。決してそのようなものではない。拙者ゆえあって、藩の名を明かすことはできぬが、千代田牧斎と申す。見ての通りの老老の身だ。昼は素読の指南をし、夜は売卜をして暮らしを立てておるが、この二三日、雨にたたられての頼みの綱の売卜へ出ることができん。味噌醤油の類は手習いの子供たちの親が持ってきてくれるでことを書くことはないが、どうものこの娘に食前にたとえ一品でも添えて差し上げることができればよろしゅうございますのにと涙ながらに言われると親として切ない。そこでこの仏像を手放すことにした。のいくらででもよい。こうてもらえぬか。やっちゃったなだ。いや、ダーさんもね、あしは本当にこの仏様にいくらお出ししていいかわからないんでございますよ。ええー。いや、待っちゃったなと。あ、じゃあ、終わりました。こういうことさせていただきます。ええー、こちらに、8問出させていただきます。これは先ほどのクズのお題でございます。それから50問出させていただきまして。おぉ、50問で買うてくれるか。いや、そうじゃございませんで、私、こちらにちょくちょくクズをいただきに上がります。で、クズが50問になりましたら、ダー様、今日で50問になりましたと、お声をかけさせていただきますので、それまでの前金、手金ということにさせていただきますので、どうぞ、お納めくださいまして。いやいや、それは困る。それでは、その方に身どもが施しを受けているようだ。そうか、無理を言うてすまなんだな。よい、この仏像は、他のクズ屋に買うてもらうことにいたそう。弱っちゃったなだ。じゃあ終わりました。こういうことにさせていただきます。もうここに50問出させていただきまして、100問でもってこの仏様お預かりをさせていただきます。でもし脇でもって100問よりたとえ10問でも高く売れましたら、その儲けはダーサモと私と半分ずつというお約束にさせていただきますので、そういう約束で私お預かりをさせていただきます。いやいや、それは構わん。それはその方の商いの器量だ。いくら儲けたところで差し支えはない。そうか、100文で買うてくれるか。すまんの。ではそういう約束で私お預かりをさせていただきますんで。清兵衛さん担いでるザルの中にこの天秤ばかりと仏様と同居をさせまして、くずいくずやお払いと歩いてまいりましたのが、細川藩は江戸屋敷の窓下でございます。凌介、今帰った。うん。江戸御金盤を扱った早10日、重役方へのご挨拶も済んだ。これでお役に精が出せるというものだが。いや、しかしなんだの。男女体とは言いながら、この小屋の殺風景極まりないの。うん。見ろ。あれだけ立派な床の間がありながら、的にするような飾りが何もない。今度、街中へ出て何か良いものを求めようではないか。くずい、くずや、お払い。凌介、江戸というのはいろんな金土が通るの。国表では着慣れぬ売り声がまた窓下を通る。くずいくず屋お払いと。これ窓下を通る町人。お、その方だ。その方は何を商っておる。ああ、私くず屋でございますがな。くず屋？くず屋とは何だ。くずを売って歩いておるのか。いや、そうじゃございませんよ。私の方でくずを買わせていただくんでございますよ。何？クズを買う？うん。そのようなことが商いになるのか。江戸だの。うん。その方の担いでるそれは何だ？象か？仏か？え？ああ、いや、これ象でも豚でもございませんよ。仏様でございますがな。わからんやつだの。手に取ってみたいの。まっすぐ参れ。御門がある。
高木の小屋へ通ると言ってな、入れ。うん、よいか、頑張って通ると棒縛りになるぞ。うん。お、くず屋と申すか、その仏像を見せてもらいたい。おー、これはなかなか時代がついておるの。いいお顔なすっとる。これは、売物か？え？いや、売物か？ええ、仏様です。怪物じゃありません。いや、そうではない。売物、売り物かと聞いておるのだ。え、じゃ、なんでございますか？お侍様のこれ、買っていただけるんでございますか？うん。根によってはな。あ、そうです！あの、売物です！売物！唾を飛ばすな。うん？そうか。いくらで手放す？いや、これ実はね、あの、青岩寺棚のご浪人様から私、100文でお預かりしたんでございますよ。ですから、あの、100文よりたとえ10文でも高く売れたら、その儲けは、そのお侍様と私とで、あの、半分ずつにしようって、そういう約束で私、お預かりしてきたんでございます。はははは。正直なやつだの。うん。そうか。ではどうだ？倍の200では。え？いや、お侍様、これあの、元100でございますよ。それ、200？50も儲かる。よろしいんでございますか？欲のないやつだの。うん。凌介、この者に200使わせ。そのクズやらが溜まったら必ずその方に下げ渡す。ちょくちょく顔出せ。ご苦労だった。凌介、良いものが手に入った。金だらいにな、ぬるま湯、塩と新しい手ぬぐいを一本持ってこい。お清めをいたす。若侍、この仏像を手に取ります。何やら音がする。ん？何やら音がするの。ああ、腹ごもりか。いや、体内に他の仏が忍ばせてある。良いものが手に入った。若侍、この仏像をぬるま湯に浸しまして、手ぬぐいで一生懸命磨きをかけております。台座の紙に湿り気がいきますと、紙がパラリッと剥がれまして、ゴツンという音ともに出てまいりましたのが、このぐらいの油っ紙にくるまれた塊。なんだろうと封をビリビリって破りますと、ザラ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 。出てまいりましたのが50両という金で。凌介、見たか？見ました。儲かりましたな。いや、何がってそうじゃありませんか。たかだか200文で買った仏様の中から50両でございますか。ああ、これは大儲かりでございますな。バカを申せ。わしはこの仏像は買った覚えはあるが、中の金子まで買った覚えはない。第一、そのご浪人とやらも、中に50両入ってるのを知らないで、この仏像を手放したのであろう。なんとか、この50両をそのご浪人に返して差し上げたいが。何を言ってるんですか。よろしゅうございますよ。だって、そのご浪人とやらは中に50両入ってたのを知らないんでございますよ。で、あの、くず屋も知らないんでございます。知ってるのは、旦様と私と二人だけなんでございますから。ねえ、教えなくてもよろしゅうございますよ。バカを申せ。それが中元根性というのだ。第一、金を金で買えるわけがあるまい。なんとか50両を返して差し上げたいが。いや、そのご浪人の名を聞かずにおったの。うん。いやさ、あのクズ屋の名も聞かずにおった。そうだ、またあのクズ屋がこの窓下を通るだろう。その時にはここへ呼び入れて、この50両そのご浪人に返してきてもらおう。うん。わしがおらん時にはその方が面って改めろ。よいな。さあ、これから窓下を通るくず屋、一人ずつ品定めをするようなことになります。くずい、くず屋、お払い。これこれ！かぶり物を取れ！ん？なんだその方は。汚い顔だの。ん？顔の裏表がわからんだ。タバコを吸って煙が出る方が表か。いやー、汚い顔だ。そんな汚い顔に用はない。あっち行け。なんだよ、おい。くずい、くず屋、お払い。おう、くず屋、傘を取れ、傘を。ん？あ、なんだ、おめえは。四角い顔だな、おめえ。おめえな、顔に三つ穴を開けろ。そこへ鼻を据えろ。足で歩かねえで顔で歩け。なんだよ、おい。通るくず屋、通るくず屋、顔の造作のケチをつけられる。近所に加藤清正公をお祭りいたしました聖書子様というお社がございます。ここへ昼時分になりますと、くず屋仲間が集まりまして、茶を吸ったり、弁当を使ったり、団子を食ったりして、一休みいたしております。おい、行ったかい？何が？何かじゃねえやな、おめえ。細か、江戸屋敷だよ。行った行った。じゃあ何かい？
おめえもなんか言われたのか。言われたよ、おめえ冗談じゃねえよ。若え侍が窓から顔出してよ、かぶり物取れってんだ。うん、うん、でこっちの顔じーっと見てさ、汚ねえ顔だって余計なお世話だよな。で顔の裏表がわからねえ、タバコを吸って煙が出る方が表かって人を煙突かなんかと間違えてやるんだよ。あ、俺も言われたよ。俺はね、中間だったね。こっちの顔じーっと見てね、四角い顔だって余計なお世話だよな。顔が丸かろうが四角かろうがな。で顔に三つ穴を開けろ、そこへ鼻を据えろ、足で歩かねえで顔で歩けって人を下駄かなんかと間違えてやがるんだよ。ああ、私も言われました。長さんも。私もね、若いお侍様でしたね。こっちの顔をじーっと見てね、長い顔だって、額を見て顎を見ていく間に真ん中を忘れる顔だ。世にも不思議な顔を見た。愉快愉快、用はない、あっちへ行け。なこと言われたのか、おい。ひでえこと言いやがる。なあ、どこの中にな。ああ、額を見て、顎を見ていく間に、真ん中を忘れるかも。うまいこと言うね。なんですか、なんなんですかね、あれ。なんなんだろうね、なんなんだろうね、なんなんだろうな。なんだい。おめえたち、何も知らねえのかい。あれ、仇討ちだよ。え、敵討ち。敵討ち？何その六ちゃん、敵討ちってのは。いいかい、あの細川の若侍のお父っつぁんってのはな、細川のお父様のお手直し、指南番をやってたんだよ。けどさ、細川のお殿様ってのは新しいもん好きだ。いつまでも古い指南番を雇ってるのも退屈だから、新しい指南番を雇おうってことになった。ところがこれどっちが強いかわからねえよな。そこでまあ、お殿様の前でこの新しい指南番と古い指南番と、まあ、御前試合ってことになったんだね。けどさ、あの若侍のお父っつぁんってのは強いよ。お殿様の前でその新しい指南番をたーってしたたかに打ち据えちゃった。ね、新しい指南番起こったね。ちくしょう、こっちの顔に泥を塗りやがって、恥をかかせやがってってんで、その若侍のお父っつぁんを、まあ、闇討ちにしちゃったんだね。何闇討ちって。いや、殺しちゃったんだよ。何、自分が腕の念のを逆恨みして、あの若侍のお父っつぁん殺しちゃったの。そうで、まあ、すぐ下手人ってことになるから、国表を抜けて江戸へ逃げてきた。それはあの若侍が父の敵ってんで追いかけてきたんだよ。けどさ、これだけ広い江戸だよ、どこにそんな敵がいるかわからねえ。けどな、この頃になってその敵はどうやらくず屋に身をやつしているというのが風の噂でわかったんだね。だから一人一人くず屋を呼び止めて、で顔を改めてると、こういうわけだよ。あ、そうなんだ。いや、ちっとも知らなかったな。あ、そう。あれ、敵討ちなんだ。聞いたか、おい。敵探してるんだってさ。敵討ちなんだってよ。敵探してるんだって。そうかい。六ちゃん、あれ、敵討ちなのか。じゃねえかと思うんだ。なんだよ、おい。嘘か、おい。長え嘘つきやがって、あったく。あれ？あ、せいべいさん来たよ。どうしたい、せいべいさん。しばらく顔見せなかったじゃねえかい。ちょいと風邪ひいちゃいましてね。しばらく仕事休んでたんですよ。あ、そうかい。悪い風が流行ってるから気をつけなくちゃいけねえや。行ったかい、細川の江戸屋敷。何ですか、細川の江戸屋敷って。何その、若い侍？悪口言われる？いや、知らない、知らないかい？みんないろんなこと言われてるんだよ。この野郎なんかさ、顔の裏表がわからねえとかね、四角い顔だとか、長い顔だ、いろいろ言われてんだ。おめえが言ったらね、ポートしてかなんか言われるよ。細川の江戸屋敷。そら、あれじゃありませんか？角から三つ目の窓じゃありませんか？角から三、そうそう、角から三つ目だよ。ああ、そう。それじゃあきっと、私探してるんだ。せいべいさんを？そう。じゃあ何か、せいべいさん、あの若侍のお父っつぁん殺したのお前？いや、そんなことしませんよ。何ですか？敵討ち？いや、そうじゃありませんよ。いや、実はね、あの聖観寺棚のご浪人様から私仏様をお預かりしたんですよ。それはあの細川の若いお侍様に買っていただいたんでございます。それだよ、おめえ。だから俺たちは普段から骨董に手出すなってそう言ったじゃねえかよ。その仏様ってのは随分と汚かったんじゃねえのかい？ああ、そういえばね、あのその若いお侍様が、時代がついてるってそんなこと言ってました。そうだろう、おめえ。時代がついてるってのは、お前侍の言葉でもって汚えって意味なんだよ。でよっぽど汚かったんだね。だから一生懸命こう磨いてたんだよ。押したらさ、首がポロッと取れちゃったんだよ。いいかい、侍の方でもってね、首が落ちる、これはね、縁起が悪いんだよ。なんだってそうじゃねえかよ。戦だってなんだって首切られる、これ恥とされてるんだから。
ましてやおめえ仏様の首が落ちたんだよ。その若侍怒ったね。ちくしょう、かようなものを売り寄って、縁起の悪いものを言おって、あのクズ屋、あのクズ屋も、この仏像と同じように、首を落としてくれる、クズ屋を探せってんで、おめえ探してるんだよ。そんなの知りませんよ。知りませんよ。だってお前、だからお前骨董に手出すなってそう言ったじゃねえかよ。あそこ取らねえ方がいいよ。いや、取らない方がいいって、あそこから先お得意様多いんですよ。お得意様多いったとも命どっちが大事なんだよ。他の道取りゃいいじゃねえかよ。あ、そうか、あそこ一本道か。あ、じゃあよ、あそこ通るときな、黙って通んな。そしたら向こう屋敷打ちなんだから、わかりゃしねえんだから。あ、そうですね。黙って通ればいいんですね。言われた通り黙って歩いておりましたが、癖というのは仕方がございませんで、カゴをちょいと担ぎ替えた途端に、くずい、くず屋お払い。これこれ、くず屋、あ、いけねえ。甘い、甘酒。何を申しておる。そんなザルを担いだ甘酒があるか。ん、かぶり物を取れ。おった、凌介、連れてこい。あ、どうぞどうぞ、どうぞご勘弁くださいまして、どうぞご勘弁くださいまして、 いただいたお代はお返ししますから、どうぞどうぞご勘弁くださいまして。私に万が一のことがありますと、うちへ帰りますと七つになる母親が五人おりまして。何の訳の分かんないことを申しておる。良いから落ち着け。良いからわしの話を聞け。え、その方から譲り受けたあの仏像な、え、だいぶ時代がついておった。あの時代がついてるというのは、あの汚いということで、まあそうだな、磨きをかけておるとな。ポロッとな。ああ、ご勘弁くださいまして、いただいたお代はお返しますから、どうぞご勘。なんだ、ん、落ち着け。なんだ、うん、首が落ちた。いや、そうではない。ポロッと台座の紙が剥がれてな、中から50両出てきた。わしはこの仏像は買った覚えはあるが、中の金子まで買った覚えはない。その方の話を聞かば、そのご浪人とやらも大層暮らしにお困りになられて、この仏像を手放されたのだろう。なんとかこの50両、そのご浪人に返してきてもらいたい。それでその方を探しておったのだ。はあ、そうですか、ええ。いや、私はもうてっきり首切られるもんだとばっかり思ってましたから。はあ、そうでございますか、ええ。いや、でもよろしいんじゃございませんか。いや、何がって、それ、旦様が買ったもんでございますよ。ですから、中から何が出てきても、それは旦様のもんでございます。バカを申せ。金を金で買えるわけがあるまい。この50両、ご浪人に返してきてもらいたい。はあ、さようでございますか。じゃあ、わかりました。あの、お預かりをさせていただきます。はい。はあ、いや、私、あの、仲間内から正直せんべいなんてなこと言われてますけれども、もし私が旦様と同じようなことになりましたら、これお返しするかどうかはわかりませんで。いや、そんなことはあるまい。で、あの、旦様、お名前は？わしの名などはどうでもよい。いや、そういうわけいきませんよ。先方行ってお話しなければいけませんから。おう、そうか。それも通りだの。拙者、細川藩藩士、高木作左衛門と申す。そのご浪人は名は何とおっしゃる？確か、千代田牧斎様とおっしゃいましたか。おう、千代田の字か。うん。して、何をして暮らしを立てておられるのだ？ああ、お医者様でしょうな。医者？ええ。確か千代田先生そうおっしゃってました。ええ。昼は総毒を治して、夜は梅毒を治してるって。梅毒？それは梅毒ではない。梅毒であろう。梅毒。つまりは液だ。液者だが。総毒ではない。素毒。読み書きを教えておいでなんだ。よろしく伝えてもらいたい。かしこまりましてございます。ごめんくださいまし。ごめんくださいまし。おお、これはいつぞやのクズ屋さん。その説は、大きに無理を言うてすまなんだな。ええ、とんでもございません。私もすぐに伺わなければいけなかったんですけど、ちょいと風邪ひいちゃいましてね、しばらく仕事休んでたもんでございますから、ええ。で、お預かりいたしました、仏様でございますけれども、細川の若いお侍様で、高木作左衛門様、この方が買ってくださいました、ええ。で、200文で買ってくださいましたので、儲けは100文でございますので、半分の50文こちらにお持ちいたしました。どうぞ、お納めをくださいまして、ありがとうございました。いやいや。それは困る。それはその方の商いの器量だ。いくら儲けたところで差し支えはない。これはその方が納めてもらいたい。いや、そういうわけいけませんよ。私もね、仏様を担いでいただけで50文稼がしていただきましたから、これはどうぞお納めくださいまして、それからそういうお約束で私お預かりしたんでございますから、どうぞこれはお納めくださいまして。そうか。
すまんの。正直今の暮らしにこの50文という金は助かる。そうか、ではありがたく頂戴をする。まあお侍様が50文ばかりでもって頭下げてちゃいけませんよ。まだまだ大口があるんです。50両か、大金だの。それ千代先生のもんでございます。身どもの？ええ、いや、そのね、高木様があの仏様を磨あまり汚いもんだからね、磨いてたんだそうでございますよ。そしたらあの台座の紙が剥がれて中から50両出てきたね。であの仏様は買った覚えはあるが中の金子まで買った覚えはない。だからあのこの50両は千代先生に返してきてもらいたい、そう言われたんで私あのお預かりしてまいりました。どうぞお納めくださいまして。いや、それは困る。我が祖先子孫困窮の折に何かに用立てようと忍ばせてくれた50両、それを知らずして売り払ったは身どもの咎だ。これは高木氏に返してきてもらいたい。いや、それはいけませんよ。ええ、高木様もおっしゃってましたよ。金を金で買えるわけがないって。ええ、道理でございますから、どうぞお納めくださいまして。いや、一度売り払ったもの、中から何が出てきても身どもの預かり知らんところだ。これは高木氏に返してきてもらいたい。いや、そう言わずに50両でございますよ。50両あったらこんな汚い中にいることないんでございますから。お嬢様だってあんな汚い、なるほど、あんなお地味な着物着ることないんでございますから。くどい、その方に暮らし向き何か言われる筋合いはない。返してこい、返してこい。何が何でも返さんと申さば、千代田木斎、刀にかけても、ちょっと待ってくださいよ。なぜか刀にかけてもって切られるの？私が？なんで？なんで私が切らなくちゃいけないんですか？わかりましたよ。もう返してきますよ、もう。だから侍とか弔いってのは嫌いなんだって。うん、刀持ち出しは何でも片付くと思ってんだから、本当にもう。行ってきました。おう、どうだった？千代田氏、お喜びだったろ。喜ばないんですよね。50両出してね、あの千代先生のもんでございますからお納めくださいって言ったら、一度売り払ったもんだから何か中から何が出てきても身どもの預かり知らんところだ、うん、いや、そんなこと言わないで50両でございますよ。50両あったらこんな汚い長屋にいることないんでございますからね。で、お嬢様だってあんな汚い着物って言おうと思ってまずいなと思って、お地味な着物って言ったらますます怒っちゃいましてね、刀持ち出しまして、刀にかけても返してみせる、うん、切られちゃうことこもありませんから、あの持って帰ってきました。どうぞあのお納めくださいまして。何、刀にかけても返してみせると？先方がそのように申したんだな。面白い、高木作左衛門、腕に覚えがないわけではない。先方がそのつもりであるならば、身どもも刀にかけても受け取らせてみせる。ちょっと待ってくださいよ。なんで私が切られなくちゃいけないんですか。わかりましたよ、行ってきますよ。清兵衛さん、50両持って行ったり来たり行ったり来たりしております。仕方がございませんので、青岩寺棚の大家のところに相談に参ります。あははは、そうかい。いい話だね。花は桜木、人は武士か。うん。でも、清兵衛さん、そんな結構な話の私が間を取らせてもらっていいのかい？あ、そうかい。ありがたいね。うん。いかがでございますかな、高木様。これでは、この清兵衛さんが商いに出ることができませんで。こちらに20両持参いたしました。これをどうぞお納めくださいまして、千代田先生にも間違いなく20両お渡しいたします。10両余ります。これをこの清兵衛さんの正直にめでましてお渡しいただければありがたく存じますが。清兵衛、すまん、許せ。武士というのは自分勝手なものだの。自分の意地を通すことばかり考えて、その方のことを考えてやるのを忘れとった。うん、確かに頂戴いたします。千代田氏にもよろしくお伝えください。いかがでございますかな、千代田先生。高木様はそうおっしゃってますが。いや、それは困る。それは困るじゃ、こっちが困っちゃうんですよ。ではいかがでございますかな。昔から百両の方に編笠一概などということを申します。何か高木様に20両の方に差し上げてください。さすれば、高木様がそのものを20両で買ったと、こういうことになりますので。いや、大家殿、理屈は確かにそうではあるが、身どものところに20両の方になるようなものは何もござらん。いや、何でもよろしゅうございますよ。ちり紙でも。ちり紙というわけには参らんが。うん、
おう、ではいかがであろう。我が亡夫これにて朝席湯茶をいただいておった。身どももそれに習い、朝席これにて湯茶をいただいておる。このような茶碗でもよろしいかな。ええー、よろしゅうございます。さあ、これを高木作左衛門に持ってまいりますと、ありがたく頂戴をするということになります。これが細川のお殿様の耳に入りまして、良き家来を持ち、良き話を聞き、世は幸せに思う。高木作左衛門並びにその茶碗目通り許すということになります。さあ、一階の侍がお殿様の前へ、顔を出すなんてことは滅多にあることじゃございません。高木作左衛門衣服を改めまして、この茶碗をふくさにくるみまして、霧の箱に収めまして、お殿様の前へ持ってまいります。これ高木、苦しゅうない、表を上げ。麗しきご尊顔を拝し、教逸至極に存じ上げたてまつりまする。良き話を聞き、良き家来を持ち、世は幸せに思う。ありがたき男とお言葉。その茶碗見せてはもらえるか。ご随のままに。お殿様がこの福さから茶碗を出しまして、しばらく見ておりましたが、これ誰かおらぬか。鑑定家を呼んでまいれ。鑑定家が召されてまいります。鑑定家はこの茶碗を見た途端に顔色がスッと変わりまして、殿、ご推察通りにございます。この茶碗は青井戸の茶碗、井戸の茶碗と申し、我が町の地で焼かれたものにはございません。いずれ山間の地、白木、百済、高栗あたりで焼かれたものにございましょう。一国一城にも買い難き名器にございまする。おお、やはりそうか。これ高木、この茶碗、世が所望をいたす。いや、なんてなことは言えませんから、お殿様のおっしゃる通り、ご随のままにということになります。さあ、これだけのお殿様が家来のものをただ取り上げるというわけには参りません。300両という金が高木作左衛門にお下げ渡しになりまして、弱ったね。洋介、せべを呼んでこい。せべを、頼む。おせべ来たか。見ろこれ。何怒ってらっしゃるんです。あの茶碗が、井戸の茶碗、一国一城にも買い難き名器、あんな汚い茶碗が、で、お殿様がご所望なすった。300両お下げ渡しになったんですか。へえ。それで、やっぱり50両で刀ですよ。それたとえ半分だって150両も持ってたら、今度は大砲持ち出しますよ。いや、そんなことはあるまい。頼めるのはその方しかおらんのだ。頼む。この通り。もうお侍様、頭下げれば何でも私たちがやると思ってんですから、もう分かりまして、行ってきますよ。もうやだな、まったく。もう冗談じゃないよ、まったく。あ、お嬢様、千代先生、いらっしゃいます。あ、いらっしゃいましたらね、千代先生の周りにある、刀屋なんかの、みんな、外へ追っ掘り出しちゃって、何でもいいから、狂気になりそうなもんね、みんな外へ追っ掘り出しちゃって、何も言わずに、この150両お納めください。なんだ。いや、これこれ、こういうわけで。いや、それは困る。それは困るじゃ、こっちが困っちゃうんですよ。じゃあ、また、150両の方に、高木様に何か差し上げてください。バカを申せ。身どものところに150両の型になるようなものがあるわけがあるまい。清兵衛、高牛寺はお一人身か。まあそうですね、この季節ですからね、合わせは来てないと思いますよ。いや、そうではない。一重か合わせかと聞いておるのではない。妻子、妻子はおられるかと聞いておるのだ。え、なんすか妻子って。おかみさんにお子さん、ああ、いません、いません。良介さんで中堅さんと二人暮らしですからね、おかみさんいません。そうか。では、いかがであろう。我が娘、武士の妻として恥ずかしくないことは一通り教え込んだつもりだ。もし我が娘を妻としてめとってくださるのであれば、この150両は支度金としてありがたく頂戴をするが。もらいます。もらいますよ。これだけのご器量しなんだから、もらわないわけありませんよ。高木様がいらないって言ったら私がいただきます。いや、その方にやるわけにはいかん。でもよろしいんでございますか。いや、何がって、あしはクズ屋でございますよ。人からバカにされるようなクズ屋だ。それがお侍様同士のこんな結構なお話の間取らせてもらってよろしいんでございますか。本当にありがとうございます。ありがとうございます。孫子の代まで自慢ができますよ。
おじいちゃんはクズ屋だったけどな、お侍様同士の仲人したんだぞって。ありがとうございます、ありがとうございます。いかがでございますかね、武井様。千代田先生そうおっしゃってますが。千代田氏お考えになったの。うん、いや、千代田氏のご息女であれば間違いはあるまい。高木作左衛門、妻としてありがたく頂戴をする。できた、めでてえなあ。いや、高木さんもね、その千代田先生の娘さんっていうのは、それはご器量しでございますよ。色が白くてぽちゃぽちゃっとしてね、本当に可愛らしい方で、またね、足たちまで気使ってくれるのは、そんなお優しい方だ。うん。いや、ただね、今ちょっとお地味な着物着てますけれどもね、あれでもってかんざしさして、お化粧して、綺麗な着物着て、そう、磨きをかけてごらんなさい。見違えるようになりますから。いやー、磨きをかけるのはコリゴリだ。また小判が出るといかん。